はい、ユッキーです。紹介が遅れてしまったんですが、ですね、南沼エビを、以前、ヤフオクにて購入しました。はい。購入したのが10月の29日なので、今から、今、飼育5日目ですね。今、飼育が5日目でございます。5日目。でね、まあ、このアナカリス、まあ水草ね、入れといて5日間飼育してたんですが、全部で8匹。8匹で体長が約5ミリから2センチの、すっごいちっちゃいね、あの子もいます。むちゃんこちっちゃいね、子もいるんですが、まあ、8匹購入したわけです。で、どんな感じかっていうと、いますね、こいつね。こいつが多分一番でかいかな。で、ちっちゃいやつはもう多分、肉眼では捉えられない。こんな感じでね、います。結構ね、水草にね、隠れてますね。で、この水草が結局餌になるらしいんで、そのまま入れてますが、うん。まあ。でですね、今日は、ザリガニ違う、エビの餌はね、買ってきたんですけどね、そいつ食わないみたいでね、うん、与えたんですけど、食わなかったんです。それで、こちら、どこで買ったんだっけ？ホームセンターで売ってました、クリーン赤虫ミニキューブという光の、まあ、赤虫の冷凍赤虫。こちら冷凍されてますね。こちら買ってきましたね。ね、とりあえず水で、今現在ふやかして、これでちょっと与えてみますか。ね。ちょっと、与えて空化実験やってみますか。ピャッツ。ピャッツ。赤虫だぞ。うまいぞ。赤虫だとうまいぞ。しかもこれね、栄養満点らしいです。なんか、2個赤虫売られてたんですけど、冷凍赤虫。2個売られてて、こっちの方が、なんか、いいらしいです。栄養が、あるらしい。見た感じあんま食べません。まあ多分ほっとけば食うでしょ。おそらく。ちょこちょこ与えます。本当にここら辺にね、水草の近くに、あの与えといて、結構ね、臆病な性格みたいで隠れるのが結構好きみたいですね。ほら、見た感じ食ってませんけど、まあちょっと驚いてるのかもしれないですね。ちょっとわかりません。今はちょっと驚いて食ってないのかもしれない、わからん。まあ脱皮殻もあったんで、この5日間で脱皮殻が2個ぐらいあったんですよ。だからまあ水草、ザリガニと同じで水草やってりゃ大体なんとかなるっていう感じはしますね。餌も食わないし、ザリガニもね、あのちっちゃすぎるのかね、あの食わないんですよ。ザリガニの幼体はなんかザリガニの餌食わないみたいで、ミステリーザリガニね、食べないんですよ。
こんだけあれが十分でしょ。ね、こんだけ、ほら、この赤いの全部赤虫ですけど、まあ、適当にね、あげましたんで。まあ、一切見向きはしてないですね。むしろなんか邪険にしてますね。完璧に無視です。まあいいや。ほっときゃ食うかもしんないからね。わかりません。まあ今後このね、南沼エビは、もう少しね、ザリガニの水槽にね、入れる予定です。ザリガニくんと共同開発してもらいます。ちょっと食べてんじゃねえか。食べてくれてるかもしれない。まあエビとかザリガニとかってね、あんまりね、水深をね深くしちゃうとね、溺れて死んじゃうんで、なんでそこそこ今水深が1センチぐらいしかないんですけど、まあおそらく問題ないでしょう。あ、食ってるやつ一匹いるな。なんか多分食ってるやつだと思うんだけど、ちょこちょこやってます。ほんとちっちゃいやつは本当にちっちゃいですね。小エビです。多分食べてくれてるんじゃないかなと思います、うん。まあ、ということでね、南沼エビ飼育してみたということで、1日目ではなく1日目取り忘れたんで、まあ、5日目からのスタートとなります。それではご視聴ありがとうございました。